キプロスファーストディビジョンは、キプロス共和国で最上位のサッカーリーグである。現在リーグには12クラブが参加。ホームアウェイ方式の2回戦制で22試合、行われている。リーグ戦は、例年、8月に開幕し、翌年の5月に全日程を終了する。2007から08シーズンからは、2次リーグが施行されており、2次リーグは、 一次リーグの最終順位に応じて12、クラブを上位、下位の2つのリーグに分かれ、ホームアウェイ方式の2回戦制で争う。全日程を終え、下位2クラブは2部に降格、その代わり2部の上位2クラブと入れ替わる。勝ち点は、一次リーグで得た点数に二次リーグで得た点数を加算する仕組みである。勝利クラブには、勝ち点3、引き分けは、勝ち点1、敗戦クラブには、 勝ち点0を付与する。現在のように勝利クラブに勝ち点3を付与するようになったのは1992から93年シーズンからで、それ以前は勝ち点2を付与されていた。順位は勝ち点の多い順で決まるが、同点だった場合は、得失点差と得点数で順位が決まる。3つの条件でも順位が決まらなかった場合プレイオフで決めることになっている。 リーグ戦優勝クラブは UEFA チャンピオンズリーグ予選1回戦にリーグ戦2位と3位には UEFA ヨーロッパリーグ予選1回戦にまたキプロスカップの優勝クラブは自動的に UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦にそれぞれ参加する権利が与えられるリーグ戦とカップ戦を両方制止2冠を達成した場合はカップ戦準優勝クラブが UEFA ヨーロッパリーグに参加する。またリーグ戦2位と3位のどちらかがカップ戦を制した場合は、リーグ戦4位のクラブがヨーロッパリーグ予選2回戦に参加する。エックアノルトシスネアサラミスアイルアポロンアポル、オモニアドクサオリンピアコスエノシスエルミスエスニコス、カルミオティサパホス202021 2020、キプロスファーストディビジョンに所属するクラブの位置。ありがとうございます。